まあ大津彩香がですね、本当にもうあいつ本当人間のですね。彼女はお金のことはあんまりむちゃくちゃなことしないと思い込んでたんですが、まあ役員報酬ですね、月60万円ほどをですね、去年の4月から8ヶ月分ですね、約500万円をですね受け取ったと。まあ今までそういったお金はもらっていません。私は役員報酬なんかいただいていませんと言っていてですね、今年の1月斉藤議員とのズームではですね、役員報酬もらってませんと、まあ、平気でこれ嘘をついてと。まあ、大津さんお金がかからない、党運営にお金がかからないって言ってたじゃないですか。いやもう自分の身を削ってたから、本当にいろいろ経費を削りながらやってるんですよ、こっちを。大津さんちなみに給料いくら取ってるんですか。まだ分かりました。ちなみに豊田弁護士にはいくらをお支払いするんですか、役員報酬。役員報酬なんて約束しないですよ。役員報酬はゼロですか。なるほど、じゃあ今までいた役員の人にも給料は支払ってない。役員報酬なんて払ってました。給与は払ってますか。給料は払ってません。だって報酬しないんだから。報酬は何も、お金は全く何も渡してないということですね。っていうか、もうそんなこと話す必要がないのに。さすがにこんなに堂々と嘘をつけることが信じられない。あえて言う、大津彩香氏は詐欺師だ。誤解というなら名誉毀損で訴訟しろ。裁判で全ての証拠を提出したい。まあ誤解があったとか言ってますけど、まあ、誤解じゃなくて嘘なんですよね。で、まあもうとにかく大津彩香の嘘とか汚さっていうのは、まあもう毎回毎回あまりにもね、めちゃくちゃなんで呆れ返るというよりも、まあまあまたかぐらいの感じなんですが、まあ大津側の間違った情報やちょっと噂話にはあまり踊らされないようにしていただきたいと思います。大津彩香本当とんでもないやつですけども、大津彩香のですね、まあ、浪費がですね早く止まるように、早く大津彩香が逮捕される時を望んでおります。まずは最高裁の決定、あと最高裁の特別抗告が通ったとこ、またそれも一昨日やってる、嘘、昨日かな、嘘ついてましたけど、そんなの通ったらすぐに主文というか決定をね見せて大喜びするでしょ。だからそういうのもあまり信用しないでください。そんな最高裁がこの破産の決定を覆す可能性なんていうのは一応 1% もないんですけども、まあ 1% ぐらいなので、残りの 99% を皆さん信じてですね、最高裁の決定が下るまで気長にお待ちいただきたいと思います。その決定が下ってから早ければ数ヶ月、遅くとも2年以内には僕は大津彩香は逮捕されると思います。ただし使い込んだお金を返せばそれは逮捕されないということです。以上です。 NHK のメッカワー。